はい、どうも、もしょうです。今日はですね、僕がパワーリフティングを始めようと思ったきっかけ、あと今後の目標についてね、ちょっと軽く、まあ、3、4分程度ですね、お話できたらなって思います。まあ、もともとね、僕の YouTube 見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、フィジークって競技に出るためにずっと筋トレをしてました。まあ、去年ですね、本当は大会に出ようと思ってずっと筋トレしてたんですけど、まあ、去年はですね、コロナの影響で全て大会が中止になってしまいまして、大会に出ずひたすら筋トレをしてるみたいな形だったんですけど、2020年ですね、このボディメイク競技フィジークの大会に出るためにずっと筋トレしてたんですけど、まあ、去年はねコロナの影響で全て大会がなくなってしまって、もう出れなかったんですけど、まあ、それで今年になって、まあ、去年からですね、ずっとちょっとビッグスリーを鍛えないといけないなってずっと思っていて、っていうのもデッドリフトとかスクワットはまだ良かったんですけど、まあ、ベンチプレスがマジ嫌いで、まあ、今もあんまりすごい好きかって言われたらそうでもないんですけど、まあ、それでですね、今年の一番最初ルーティン動画でもちょっと言ったんですけど、まあ、ビッグ3を週6で入れるっていうのをずっとやっている時に、まあ、そこでですね、重量がマックス上がるようになってきたんですよね。まあ、それでなんか、まあ、フォームはちょっと汚いにしろ、なんかその重量がどんどん上がっていくことに対してすごい楽しさっていうか達成感を得てしまって、なんかそれでですね、なんかそのパワーリフティングとかそういう、まあ、そのビッグ3の合計値を競う大会とかすごい面白そうだなと思って、それでちょっと思い切って方向転換したのがきっかけです。まあ、それでですね、今はもうエニタイムとパワーリフティングジムに2個掛け持ちして、もうビッグ3の強化にひたすら歩んでるみたいな形なんですけど、まあ、そのね、ボディメイク競技に関してなんですけど、まあ、もう一生出ないってわけじゃなくて、またね、何かきっかけがあればね、そっちの方にチャレンジしたいなと思うんですけど、まあ、一回ちょっとパワーリフティングに集中したいなと思って、もうパワーリフティング1本でちょっとしばらくやっていこうかなって思います。で、一応今後の目標なんですけど、どうせやるんだったらちょっと本格的にやりたいなって思っていて、まあ、もともとやっぱテニスのアマチュア、まあ、プロを目指してやっていたので、なんかスポーツやるんだったら本格的にやらないと、なんか中途半端にやるのが自分ちょっと嫌なのであれなんですけど、ちょっともう今直近の目標で言うと、まあ、20代のうちにちょっと全日本に出たいなと思ってるんですよね。まあ、全日本に出る基準とかもパワーリフティングってなんか上位3名とかそういうのではなくて、標準記録っていうそのビッグ3の合計値の基準が満たしてれば全国大会に出れるみたいな感じなんですね。もうちょっとそこをマジ目指そうと思って今やってます。で、一応階級で言うと93キロ級で出ようと思っていて、今体重ちょっとさっき測った88キロだったんですけど、まあ、93キロ級に出て、合計値が、まあ、合計値が635、ビッグ3の合計値が635になれば出れるみたいなので、ちょっとそこを目指して頑張りたいと思います。ちょっとね、グダグダになっちゃったんですけど、まあ、最後にちょっとまとめると、まあ、パワーリフティングを始めようと思ったきっかけに関しては、もうただ単にマックスを上げる快感、達成感がすごいあったからですね。今後の目標に関しては、パワーリフティングの全国大会、まあ、ジャパンクラシックとかと言われるんですけど、それに出ることです。はい。まあ、そんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。